はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人、はじめまして、白コングです。昔懐かしの戦士たち、そうサイヤ人編の戦士たちで、今回極限バトル長剣のみ挑戦かな、ね、やっていこうかなと思ってます。リーダーテンさんですね。まあテンさんは普通に強いからな、まあ使えると思います。虹です。リンクはまあこんな感じ、レベルはね。で悟空さん、リンクレベルこんな感じです。まあ普通ぐらいだね。まあ必殺技発動時なんで2番目配置かな。でクリッちゃん、こちらもねリンクレベルまあ普通ぐらいですね。はい、まあまあまあいけるんかな。で海洋剣悟空ですね。まあこいつはリンクレベル低いですね。虹です。そしてこちらの海洋剣悟空、こっちはリンクレベルまあ低めの方かな。いけんのかな。そしてヤムチャ、なんだこいつは。必殺レベルはね育ててないです。育てる気にならんかった、ごめんけど無理だ。はい、ターン開始や自身のアタックがゼロになる、バゲモンや。でフレンド3突だったから、やっていきましょう。ヤムチャ来たら終わるぜこれ。マジでこのゲーム、うわーこれどうなんだ。でもやれんのかな、全がついてるからこいつ自体になるべく働かしつつだね。どれぐらいひらめがあるかちょっとわかんないですけど、やってみざるを得ないよね。ひらめがどれぐらいあるかとりあえず検証していきましょう。そう、この悟空ピッコロがね全がついてるんですよ。最初の何ターンかだったっけな、ね、5ターンぐらいついてたと思う。おー素晴らしい。正直お前らに頼るしかないんだけどさ。素晴らしい火力だ。さあ皆さん、これがかっこいいんだよ。はあ聞こう。おいいね。まあ聞こう方でもひらめ食らうんだよ確か。チェイ。オッケーナイス。うーわー撃ってきたこの野郎。うわめちゃくちゃ食らった。大丈夫これ守れるかな。 OK ナイス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 、こればっかしはナイス。うわどうしようこれ、キラマ取って回復せざるを得ねえな。あギリギリ、あ無理、これ無理無理なんだけど、どうするかだよね。10万か、ワンチャン倒せる。ちょっと待って、いや倒せなかった時きついな。お前のアクティブいつや。4ターン目行こうか、まだまだ先だな。どうするかな、いや撃つか、撃とう。元気玉だ、バイン。最初の頃の元気でもすごい良かったよ。ヤムチャまでは回さねえ、絶対回さねえ。食らうけどしゃあない。さあこれがいーヤムだー。ああ気持ちいい。これも確かひらめ食らうよね。きつっ。ゲロきつやん。ゲロきつやんこれ。ヤムチャの出番は絶対なくしてやる。確かね、ひらめ食らうんだよねこれ。こっちか。そう、4% 分のダメージ受けるからさ。ヤムチャの出番はないぜ。ここはクリリン置いた方がいい。あ、いやークリリン戦闘じゃなくてよかった。まあいいや。ミスったなこれ。まあいいでしょう。いや悟空ピッコロだったら戦闘に置いたら追撃あるんだけど、俺間違ってクリリン置いちゃった。
まあまあいいや。チドーン、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 オッケー、2体気絶入った。スイッ、おー、いい火力。チャオズー、いいよ。 HP はギリギリだけど、おー、ここで来るか。誰に入れるかだね、問題は。そうだよね、ボタマゲッタか。ボタマゲッタもありなんだよね、正直。考えろ、いや、感じろ。ここでこいつに入れて、ルフィルフィにしか聞こえん。バイーン。あ、こいつは悪魔見るやから、フロストでも、もうこれいいやもういいや。でここでこいつに与えて、で有利属性でも不利属性でもないこいつを攻撃してぶっ倒すっていう三段どうや。悪くないんじゃない。ここら辺は気絶してるから大丈夫。バヒーン、倒した。 OK、 さあここで4ベーダーが炸裂する。いくぞ、4ベーダー。いや、火力えぐ。こっちも9だよ、こっちは9、4ベーダー。うわ、来たよ来たよ、来ちゃいけねえものが来た。いや、どうしようこれ。正直さ、こっちの方が良くねと思う。いつでも倒せるもんだってあいつは。ゼロ初めて見た。あ、やべ、死ぬかも、死ぬかも、オイラ死ぬかもしれん。頑張れ頑張れ、この HP で頑張るしかない。OK です、 OK。 あぶねー、ギリギリの戦いしてる。興奮するね、これこそが俺が求めてた戦いだ。ヤムちゃんの出番はねえぜ。さあこっからっすね、問題は。とりあえず気絶ぶち込んだろう。いや気絶入れんでもいいか。知事使う。ここはまあ普通に素直に攻撃しよう。知事使ってるんであれば守れるはずなんで、そう思いたいね。大丈夫だよ、ね、かと言いつつも僕ちょっとヤムチャ打ってみたいんだよね、早期だもん。だからちょっと貯めとこう。やめだー、威力えぐ、4兵の威力えぐ。一番理想は次も父使って最後お化けっていうのが一番いい、多分。大丈夫でしょ、父使ってるから。え、大丈夫。ああもういいよもういいよ。ただね、こっちねパーセントダメージ結構受けるから、そこは注意だね。あともう一個の理想はクリリンで気絶を入れることだね。それは理想。やべえ、 HP ギリギリじゃん。なんで全が働かせながら
やっていくと。でこれこっちでいいや。でこれはこっちでいい。でこれは技切ったことさすがにね、ちょっと回復したいからね。これはまあザマスは倒していいから。Z 戦士を舐めるなよ。ぽよん。オッケーオッケー、全然いい全然いい、それでいい。これで気絶入れたらもうバンバンザイ本当に。はあ気持ちいい。やべギリギリすぎる。さあ行きましょう。ヨンベイだー。さあ行くぜヤムチャ、おめえの出番だ。 Z 戦士ってアタックか。まあまあまあ行ってみようじゃないか、ヤムチャ。全部取っちゃえ。気絶も入ってるしね。これでいこうか。1700な。17700か。弱え。弱え。なんじゃこいつは。ヤムチャしやがって。お、倒してないだと。オッケーてな感じでいかがだったでしょうか。まあ、あの頃の戦士ですね、だいぶ HP ギリギリだったな。やっぱテンさんといいね、強いキャラは多いかな、うん、ただまあヤムチャがね、ヤムチャ仕上がってっていう感じですね。この中にチャオズ入れたら完璧だったんだけど、ちょっとそれは怖かったんでやめました。はい、まあ、サイヤ人編のまあキャラということでね、まあまあ強いのは強いかなと思いますんで、皆さんぜひねやってみてください。てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。